4人は脱出できたものの、昇は巧みな言葉で無限と龍之介の殺人の濡れ衣を彼らに着せた。犯人を捕らえるために将軍が部下を派遣する間、昇は密かに兄暗殺の計画を企てていた。一方、無限の仲間たちは将軍の激怒から逃れなければならなかった。そして同時に無限の最後の願いを叶えるべく、必死の作戦を今まさに実行しようとしていた。ここで会うのが本当にいいんだろうな。この場所は少し前に乱取りがあったんじゃ。ひょっとしたらまた起きるかもしれんが、怪しいわい。愛子さんはどこなの？わからん、ユキちゃん。今頃ついてるはずじゃろうが。これじゃ遅すぎだ。俺はやめる。ダメ、行かないで、隼人先生。お願い、愛子さん戻ってきたわ。帰ってこないと思ったかな。なのに待っていてくれて感謝だわ。はあ、なぜそんなに時間がかかったんじゃ？マサルの居場所がわかったわ。彼はこの町に住んでいるわ。よし、奴を仕留めよう。気持ちはわかるわ、ハエトさん。けど最初は生かして捕らえるべきよ。尋問してその後上様のところへ届けるの。それは俺の正義ではないけど、無限様の犠牲に名誉を捧げるには間違ってないわ。タクマ様、尋問のための準備をしてくださる？うん、大したことはないじゃろう。薬がいるかの？材料がいるじゃろうが、あ、金はないの。行きましょう、タクマ先生。必要なことは先生が教えてくれた。今度は私が先生にしてあげたい。よいじゃろう。わしらはしばらくそれに専念するということかの？その通りよ。マサルを捕らえるためにハヤトさんの助けが欲しいわ。わかったよ。何かするって言うならな。すぐに戻るわ。気をつけて、タクマ様、ユキちゃん。心配しなさんな。なんとかするわい。この町の夜は美しいわ。大きな影が見つかるでしょうね。そう思いませんか、ハヤトさん。行こう。仰せのままに。町の道は避けるべきだわ。昇の部下が間違いなく私たちを探しているわ。マサルの住むのはこの辺りね。部下の話を聞きましょう。どこにいるか必ず話すはずだわ。むしろ変装して聞きに行きたいところだわ。着物が欲しいわね。何でもいいさ。さあ行こう。ええ。ちっ、そうか。すぐよ。はい、素早く移動するわね。無駄にする時間はないわ。夜は憂鬱だな。花町、昔を思い出すわ。素早くね。気をそらす。かんざし。面
白い今行くわ。ここじゃダメか。外ダメです。気をそらす。金はあるんだから。変な音なのかしら。この家の急いで行ってくださいまし。俺じゃ隠し武器。静かにね。素早くはっ血は出てくっこういうのを探して続けましょう、最近少し静かですね、ハヤトさん。落ち着こうとしているんだ。あんたがどうしてそんなに落ち着いていられるのか、俺にはわからない。幼い頃から感情を抑えるようにしてきたから、気になったらごめんなさい。金はあるんだからならこの家の主婦に言ってくださいまし。俺じゃダメか。にぎやかだな。私たちが逃げたから、ノボルは見張りを倍にしたんじゃないかしら。素早く、ね。今行くわ。無駄にする時間はないわ。彼はそこにいるのね。ハヤトさん、安全な場所を見つけて話をまとめましょう。そうだ、行くぞ。すぐよ。一日中起きてたからな。お酒か。マサルは入浴を楽しんでるみたい。やろうね。護衛があるわけね。動きを注視しましょう。側近を彼から引き離せる機会を探すべきね。彼を捕獲したら迅速に出ましょう。水路を使いましょう。風呂だ、風呂に入りたい。さあ行こう。無駄にする時間はないわ。素早く移動するわね。今行くわ。いや、ああ、俺がいただく。計画通り行きましょう。どうしてそんな風に振る舞える。いつも通り話して頭を下げて笑って、あんなことがあった後だっていうのに。女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ。女は学ぶのよ。もし感情が高ぶって、それは隠さないといけない。そんな俺はマサルとその父の野郎どもを殺したい。そんなおごりは今はできないはず。ハヤトさん、あなたの中に私の言葉をとどめておいてください。復讐の念は時が来るまで持っていてください。くそ、わかった、行くよ。素早くね。すぐよ。無駄にする時間はないわ。命取りのビール。かんざし。すぐよ。命取りの
素早く移動するわね。素早くね。おお、酒か。ほう、急いで。そうだ、ここで彼はアンマを受けるわ。仕事を頼む。アンマは誰がやるんだろうな。静かにね。今行くわ。リロード中だ。刀の出番。そうすぐよ。いいだろう。殺しはしないわ。今行くわ。急いで。無駄にする時間はないわ。ああ、もっとだ。もっと熱いよ、持ってこぬか。素早く移動するわね。すぐよ。急いで。命までは取らないわ。無駄にする時間はないわ。捕らえたわ。すぐに彼を連れてボートへ。馬なく探せ。素早くね。すぐよ。今行くわ。急いで。素早くね。これでいいだろ。気分はどう、ハヤトさん。人質の安全にはまだ注意した方がいいかしら。その心配はいらない。
生きていてくれないとな。よかったわ、ハヤトさん。あんたもな。Thank you.